みんなさ、伝説のシリーズ、伝説のシリーズ覚えてる？百均のさ、最強のドラゴンたちを覚えているだろうか？一番最初 3D ドラゴンっていうのがあって、その次に 3D ドラゴンアドバンスだったよね、確かね。で、その次、これ、セレクションってやつ。3D ドラゴンのセレクション新しいのあったんだよね。これ知ってた？みんな。100均のドラゴンシリーズ、これかっこいいんだよ。これ、100均なんだけど、ドラゴンがすごいかっこよくて、水を司る、水の竜、水竜、闇を切る、黒竜、で、風を切る、紫竜、紫竜かな？紫竜。で、土を司る、土竜、土竜、そして、火を司る、飛竜、まあ、火竜か。火竜なら、大地を司る、緑竜だってかね、真の万象を司る、黄金のドラゴンである、まあ、金竜かな。金竜でいいかな。これを狙ってちょっとね、久しぶりに、こうバラバラに、そうそう、バラバラになって入ってんだよね。で、ドラゴン、なんか二つ首あるやつがもあってね、確かね。あれ？まあ、セレクトだから、なんかその、同じだと思うんだけど、その中から選ばれて選手たちがセレクトされてるのかな。ちょっと今度前のやつ持ってくるか。3D ドラゴン。あれ、しまっちゃったんだよね。しまっちゃったから、ちょっと出して、持ってくるわ。で、何が違うのか、いや、同じだよね、きっとね。セレクションだから多分選ばれてると思うんだよね。混沌の闇より降臨したドラゴンを捕獲せよということで、早速、ドラゴンの封印を解いていける。いやー、まだ売ってるなんてすげえ嬉しかったんだけど。俺このシリーズ大好きだったんだよね。めっちゃドラゴンかっこいい。これ、100均のクオリティじゃないから。めっちゃかっこいい。みんな覚えてるでしょ？このかっこよさ。3D ドラゴンの。めちゃめちゃかっこいい。いや、できればね、真の場所を司る金の竜が、黄金のドラゴン出てこいよ。ゴールデンドラゴン。あ、横も止まってない？これ。横も止まって、こんな感じで飛ばすんだっけ？このシリーズ。セレクションシリーズね、このね。いや、嬉しいね。まさかこんな、お宝シリーズがまた発売されるなんて。ああ、紫、紫竜か。風を司る。紫、黄金じゃなかったな。うわ、ほら見て、かっこいいでしょ、これ。これ100均だからね、100均。100均のドラゴンにしたらめちゃくちゃかっこいいんだよ。うわー。リペイントできる人だったらリペイントもさ、楽しめるし、足すげえ曲がってんな。ギュワイギュワイ我、風を司るドラゴンなり。紫竜、紫色の竜、紫竜。なんか上に突起があるな。これさ、もしかしてもともとはなんか人形乗せるようなやつだったんじゃねえか、フィギュア。なんか不自然じゃない？この突起。ほら、突起トゲっていうか、なんか丸いし。もともとなんか人形乗せるやつだったんかな。あれ、個別いたっけ？前のシリーズ。新しいやつかな？セレクションって書いてるけど、俺、既存のやつから選ばれしものがラインナップしてると思ったんだけど、これ新しいやつかもね、もしかしたらね。うわ、毒々しいなんか感じがいいね。これさ、風じゃなくてさ、毒を司る、ねえ、ポイズンドラゴンの方が良くない？ポイズンドラゴン。で、俺的にはね、風は緑なんだよな。大地を司るのがドリューでいいじゃん、もうドリュー。ドリューは土を司る。土を司るのと大地を司るのと同じ感じがしない？赤やろ、これ違うわ。羽をつけるんだよ。そうだよ。ここ羽をつけるための突起だよな。忘れとったわ。久しぶりすぎて。あれ、こんな風につけたっけ？羽って。うわ、いいわ。3D ドラゴン。ちょ、久しぶりに回復したけど、ちょっとマジかっこよすぎる。100均の、100均のクオリティじゃねえぞ、これ。これ普通に俺580円で買えよ、このクオリティのフィギュア。580円でもいただきまーすですよ、これ。これ入んねえな。ちょ、大丈夫、壊れないよね。ちょ、もうしょっぱな壊したら泣くんだが。向き合ってるもんね。もっと下まで行くはずなんだけれども、下まで行くはずなんだけれども、言ったよね。おー、これで大丈夫じゃないか、これで。おー、すげえ。見て。いや、毒ドラゴンでもいいだろ、絶対。かっこいい。3D ドラゴン、久しぶりの氷。やべえ、昆布して。これ昆布目指すわ。久しぶり開けたらめちゃめちゃかっこいいって興奮した。え、これはかっこいいぞ、マジで。これ100均で手に入るんだぜ、このドラゴン。このクオリティのドラゴン。
ちょっとリペイントしたらめちゃくちゃもっといい感じになるだろうし、このまま飾っといてもかっこいいし、いやこれは580円とか、まあ、600円でいいだろう、これ600円。600円のクオリティ。600円のクオリティだろ、これ。600円のクオリティ、ちょうど600円。600円ジャスト。100均じゃねえだろ、これ。めちゃめちゃかっこいいんだけど。ということで、今回はね、風を司る、シュリューであると。いやー、早くこれ出したいね、黄金の竜。神羅万象を司る、神羅万象ドラゴン。神羅万象ドラゴン目指してまた買ってくるからさ。今日はまあ、ウォーミングアップ、久しぶりの開封だからちょっとビビってね、1個だけだけど、次回また買ってきますということで。前、3、4年前だよね、開封したのね。その時確か10個とか一気に開封してる気がするんだよね。またそれぐらい開封しようかな、一気に。ちょっとドラゴンたち集めたくなったね。で、前のドラゴンたちもちょっと降臨するわ。なんか違いがあるかどうか見たいもんね。いやー、楽しみだわ。まさか復活してたなんて知らなかった、3D ドラゴン。セレクション。俺買ってたのセレクションじゃないよね。俺買ってたのは普通の 3D ドラゴンと、初期の初来の 3D ドラゴンと、アドバンスって、そう、アドバンスってやつに、あれだ、二首とかあったよな。確か、そうだそうだ。で、これ初代の多分 3D ドラゴンから選ばれてるんだわ。あー、なんとなく思い出してきた、思い出してきた。